皆さんこんにちは。今回は1日限定のこのラフィンコフィンのイベント総力戦っていうやつをやっていこうかと思うんですけど、この1日限定のやつね、過去にもやってたんですよ。なんだっけ、なんかね、1日24時間だっけ、なんかもう1日中やるイベントみたいな、ね、日曜日だけ限定みたいな、なんか特別な日があったので。誰だこの手振ってるの。あーなるほどね。ちょっと手振っておいた。やっていこうかな。そうだな。まあ、スキル編成ちょっと、見ていきますかね。本当に、これちょっと昨日仕事遅くまでやってて、で、帰ってきて、で、なんかその後もうだるくてすぐ出ちゃって、で、今、午前9時なんで、ちょっとね、スキル編成とかもろくにしてないで、ちょっと適当なんですけど、まあなんか俺の、ゴミテンプレ編成をお見せしていこうかと思います。これ、オノコネクトね、俺ね、ゴミモーションのこれしかね、持ってなくて、このスマイトっていうのが本当にうんこなんですよ。で、これをね、ぐる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 、すげえ遅いですけど、回して、で、再一撃目、ダークリボルバー撃ってから、2発目、残属性、3発目、残属性と撃っていく感じです。で、なぜそれをするかというと、これがですね、闇ザンザンというバースト発動条件なんですね。で、ちょうど、これですね、この、キモノリーファが闇なんで、闇ザンザンと、いくということで。で、このザンは効果とか、特に、どうでもよくて、ザン満たすためだけに入ってて、まあ、モーションが、まあ、早い方かなっていう感じなんで、まあ、とりあえず適当に入れてる感じで。で、俺の所持スキル的に、まあ、弱いんだけどね。まあ、でも、こういうやつはね、スイッチ溜まるからいいんですけど、これ、外す恐れあるし、まあ、速さ的に、まあ、なんか、イベントやし、ちょっと適当でいいかなと。で、なぜか、ナインテルリーファも入ってるのは、まあ、直剣で闇ザンザンを、まあ、満たすこともできるということで、まあ、一応入ってると。だから本当はなんか、なんて言うんだろう、なんかこのコネクト、こっちを攻撃外すことがあるかもしんないんで、保険でまあ、斧も入れてるかなと。まあ火力出したいときは、この1枠目をモッドにして、まあ裏セットのこのコネクトで条件満たして、表セットに切り替えて覚醒してフルバを打つっていう感じですね。で、アスナは、まあこれは心眼などで入ってます。で、これが、アスナ2枚条件ですね。で、自然属性のなしのダメージが 100% 上昇と。だからアスナ2枚条件入ってるんですけど、これが、満たすために入ってて、繰りダメが 7.5% なので入ってるという感じで、こちらも心眼で 7.5%2 枚で 15% という感じですね。で、青バラキリト入ってるのはクールウィッチシノンが入ってるから、クールウィッチシノンは防御力最大 34% 上昇ですね。で、なんでこれが入ってるかというと、同じセット内でシノン1枚以上入ってれば、攻撃力が 20% 上昇するから入ってる。で、これは闇属性上昇のダークコンバージョン4なんですが、これは自然属性なし、闇属性がないんで、そんな関係ないんですけど、パワーライズで、まあ、条件満たせてっていう感じなんで、まあ、とりあえず入ってると。で、フルバースタビリティ入ってるんですけど、フルバの回数増やすために入れてます。まあ、この臨機応変後っていうのが入ってるから入れてるんですけど、まあ、フルバースタビリティの勇気とかのが、やっぱ、もちろんそっちの方が強いんで。で、あとは、歴戦の剣技ですね。さらに、精神統一さんで、覚醒率が5上昇と。で、攻撃力が最大 34% アップするんで、まあ、片手直剣使う場合は、まあ、攻撃パーセント、防御パーセント、まあ、優先して上げていきたいと。まあ、あとはすごい典型的なやつなんですけど、自身がバフ効果中に攻撃力が、パーセンテージ上昇するやつ。あとは指輪がね、防御ね、これもパーセント上がるんで、まあ入ってるんですけど、まあもっといいやつあったら、どうなんだろうな、クリダメとか、
なんか、ちょっと、ゴミしかないですね。指輪ね、レベル3一括生産できるようになってから作ってないですね、俺。もうちょっと、周回時間を増やしたいところなんですが、仕事が忙しくて、ストーリーすらやれてない状況ですね。で、このラフィンコフィンって弱点凸なんですけど、ちょっともうすぐ動画撮りたいんで、と思って、もう適当編成で来ちゃいました。もうこういうもうテンプレの、本当はね、真剣にやるんだったらよろしくないですけど、これで、どうなんだろう、エキスパートいきなり、まあどんな感じかね、まあ見るっていう、まあ動画なんで、あ、エキスパで来るかな。今日って、曜日が、月曜日か。来るかな？エキスパートだと、これ食いっぱでいいかな？勝手に動画にしちゃうけど、もう名前映ってるけど、ちょっと気にしないで、まあ、行っちゃいますかね。ちょっと気になるのが、オノコネクトですね。オノコネクトが、やっぱ初動遅いんで、最初のこれ、やっぱ一番最初に入るときって、この、ローディングで遅れることが、まあ多いので、あ、そうそう、これで。で、これ、斧側でやってれば、熟練度スキルの混合がね、発動するんで、あ、でもこれ結構、いいですね。もうすでに、このパーティーメンバーが、ちょっといいのか。お、じゃあフルバー打ちます。あ、一発で倒せましたね。あれ、終わっちゃった。あれ？あれ？いいの？これで。あれ？ アドバンスド弱くね？なんかもっと強かったイメージあったんですが、それなら、なんかモッドで倒した方がいいかな。そしたら、フルバなんですけど、これを、ちょっとモッドに変えますかね。テイルズ・シノンっていうのがありまして、シノン3枚条件で攻撃力が1000上昇と。で、闇属性なので、さっきの、これですね。これのダークコンバージョン4で闇属性ダメージ25%上昇が使えると。これで、やってみると。てか、あれか、エキスパートやってみた方がいいかな。いや、エキスパートだと一人で倒す。やっぱ一人で、これさ、もしかしてあれ、一人でやった方が楽なパターン、もしかして。この編成、あ、まあ編成これこのままでいってみるか。で、あ、そうだ。作詞バフかけて、表セットに切り替えて、で、アドバンスド。で、ソロでちょっとやってみますかね。ソロのが、まあ早いか、まあ強い人はね、クイッパーソロのが早いっていう。あ、これか。こいつ倒せばいいのか。はいはいはい。あ、これ大丈夫かな。これちょっとこう、お、これスイッチいっぱい溜まっていいっすね。よし、来た。あ、ちょっと、2発目で覚醒すんの忘れた。で、これでフルバ。あ、でも結構、あ、こんなもんか。あ、これで終わりね。はいはいはい。あー、これ全然ソロでもいい感じですね。で、終わったら、作詞バフかけてって感じで。まあ、なんか、もっと強いイメージあったんですけど、まあ、こんなもんか。エキスパート行くと、やっぱ、やばいのかな？とりあえず、これで、あ、やばい。これで、まあ、満たして、あ、なんか、弱いな。これ、普通のなんか弱いスキルでも、あ、また2発目で覚醒忘れた。なんで、いつもさ、できてんだけどさ、これさ、あ、ミスった、ミスった。これは、多分 実況しながらやってるからかな。解説しながらだから、だと思うんですけど。これ、一発目で倒しきれなかったじゃないですか。そういう場合なんですけど、これフルバーストアビリティを入れてたと思うんですよね。で、一発で倒すんだったら、フルバ打つ回数を増やす必要がないじゃないですか。まあ、だから、ここの選択肢としてはもう一枚覚醒を入れる
か、まあ、配布ゆいでスイッチ上げて、まあ、スイッチもそうだな、一撃で倒すなら意味ないので、まあ、この場合は、まあ、俺の所持スキルだとちょっと弱いんで、まあ、新眼のグルービーナイトか、こっちのネオン街かのどっちかなんですけど、ただ、このグルービーナイトのアドバンストルーパーっていうのが、あまり強くないんですよね。直剣もっと使う場合は。これに関してはなんで弱いのかっていう動画を後で上げようかと思うんですけど、すごいね、わかりやすく多分説明できると思うんで。まあ、これで、もしかしたら一撃で倒しきれるかもしんないですね。ちょっとこれで、どうなんだろう、小春の装備してるスキル見直すの忘れてますけど、小春のスキルが良ければもしかしたら、まあ一撃で倒せるのかなと思います。これで、あ、間違った。二発目で、ちょっといつもやってるんですけど、なんか、あー、一発じゃ倒せなかったな。これでスイッチで倒せるから、あ、倒せた。あのね、コネクト自体ゴミなんですけど、スイッチで倒せちゃいますね。あの、演出の時間とかも含めると、まあ、スイッチでポンと倒した方が早いかと、思いますね。まあでも、これもなんかモーションとか気になんないんだったら、まあ、このフルバーをスイッチで入れても、いやでも長いんだよね、モーションが。そしたら通常値でこの、防御強化4バフとダイナパイルバフが入るんで、って考えると、まあなんかそのモッドが入れる枠なかったら、こっちをスイッチ枠にして防御バフ入れた方がまだいいのかなっていう感じはしますね。まあこっちはこっちで、まあこの読めないですけど、投降後バフっていうのがつく、まあ2秒間ですけど、50% もダメカットできるんで、まあでもあんま使うことはないかな。あ、じゃあちょっとエキスパート行ってみるか。人来ないよな、多分。エキスパート行ける人って、やっぱなんか多分限られてると思うんで、この平日の昼間のこのね、この時間だとちょっとね、集まんないかもしんない。平日の昼間からゴロゴロっていうネタ知ってる人いますかね。まあ、あれだな。小春が、あ、こういう感じか。あの、スイッチで刻印が入るっていう感じで、探検刻、あーでもそうかそうか。なるほど、スイッチ入れて、あーなるほど、スイッチのモーションが入りが早いんですよ。まあ、これは、割と早い方で、スイッチ、例えばこういう初動が遅い、まあ、フォールって言ったらわかるかな。ちょっと初動が遅いやつがあるんですけど、まあ、そういうやつは、まあ、いいや。もう見せんのだるいからいいや。まあ、とにかく、初撃の入りが遅いやつ使った方が、そのスイッチに刻印が乗らないんですよね。小春が打った刻印が。なんで、フル場に乗せたいと。一番火力が出るのがフル場なんで、フル場に刻印を乗せたいので、まあ、なるべく初動が遅いやつ、スイッチ枠に入れてやるのがいいのかなと。で、まあ、このエキスパートちょっと入ってみますけど、まあ、倒せるかどうかわかんないんですけど、ちょっと、まあ、見に行くという感じで、おそらくこれ複数体いるんで、ちょっと、フルボッコにされる可能性があるんですが、まあ、ちょっとこれで、で、なんかこのさ、コネクトのさ、やばい。やべえ。もうちょっと待って、あれ？ちょっと待って。あれ？どれ？あれ？どれ？これ？あ、こいつか。あ、違う、こいつじゃない。あー、やっちったー。いけるかな。あれ？あー、これ。うわー、これさー、全部違うやつじゃん。親玉じゃないじゃん。あ、プー、こいつじゃん。うわ、終わっちゃった、フルバ。いや、出よう。で、アドバンスとそう。編成変えるのミスってたんですけど、アドバンスドだったんで、こっちを覚醒にしたんですけど、ちょっとフルバービーに戻します。こっちは自動回復あるけど、アドバンストルッパーで弱いんで、ちょっとこっち、
まあ、超治癒強化もあるんで、で、ちょっとこれで、まあ、一回、まあ、これで入るか。で、さっき、そう、作詞バフかけ直そうとしちゃったんですけど、着物リーファがコネクトに入ってるんで、その心配はなかったですね。ちょっと焦っちゃったんで、いつもこんな感じじゃないんだけどな。まあ、とりあえずこれで、斧が、混合ついてるんで、で、これで、よし。まあいいや、これでいいや。プー、プー、あ、よし、プー、プー、たげれた。あー、あー、ずいぶん硬いね。全然違うね。あー、小春が、小春もちょっと見とくんだった。あー、そういうことか。これでも結構削れてる方なんかな。うん、これちょっと一人じゃまずいですね、出よう。なるほどね、これぐらい硬いのね。ってことは、突属性が弱点なんで、まあ、弓か片手再起、まあ、弓かな。なんか強い人は弓でいってるらしいですね。弓のフルバー、そうだな、これも、まあいいと言えばいいので、弓のフルバーって生属性のもあるか。うん、こういうやつとかね。まあ、生属性タゲガイのモッドもね、入れられるんで、モッド自体にタゲガイ効果がついてるやつですね。まあ、そんな感じですね。ラフコフイベント、1日限定なのね、久しぶりに出てたんで、せっかくなので、動画にしてみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。